あ、どうも。どうも。これはほら見えますかね。今人いないけどほら。今ここから見えるのがほら、さっき言ったほら創価学会の集会所ってこの家から見えるこの家の真ん前の僕の家の真ん前のところがね、創価学会の集会所になっているということで、だからその公明党ポスターが貼ってあるけれど、まあ選挙が終わってまあ随分経つけれど、だけどまあずっと貼ってあるんだよね、まだ剥がさないっていう感じ。なんでそうなのかって僕は知らないというか、ね、はい、よっこいしょ、録音だと、はい、立て、もうだからもう最近はね、ほとんどまあ生活とかいうものもほとんどまあこの狭い範囲で成り立っているというか、あんまりほら出て歩く、だからまああの、あ、痛い痛い痛い、もうですからまあ、まあ最近ほらネットとかもまあほとんどまあ iPad でほら全部やってるし、ね、ということはまああんまりさ、あんまり動かないというか、その生活の関係が、ね、あんまりさ、ね、あちこちに行ったりということになりませんからね。だからちょっと今見えなかったかもしれないけど、ちょっとそこにほら、そこにっていうかほら、ちょっとほら、そこに部屋のそこにさ、まあ、パソコンもあるわけだけど、パソコンもね。あるけれど、でもそれはね、私はたまには使うんだけど、もうあんまり使わないというかね。ということなのね。
だからまあ、ずっとほら、最近はまあ、iPad と iPhone だけでまあ済ましたし、まあ、それで快適だというか、まあ、ね、いうことなんですよね。まあ、音楽だってまあ、まあ、CD だってね、だからまあ、CD もあまり聴かないし、まあ、ほとんどまあ、YouTube にやってるし、そうしますとまあ、iPhone で聴いてこれがまあ、便利やろうなという、いうことですよね、まあね。んでからね、あれがというか、あれ、わかんないね。まあ、映画の人が、ですね、ケイノ君って人なんだけど、彼がね、来ないというか、2月の後半に来るというふうに言ってたんだけど、連絡がないということでね。ね、別になくていいし、まだ彼が言われたものをまだ撮ってないんですけど、つまり、ビデオを撮ってくれるように渡されたけど、まだ撮ってませんからですよね。だからそれは、前に彼が来たのは1月の頭くらいだから、つまり、1ヶ月以上あるからできると思ってたんだけど、でもまあ、やらずにだらだと放置しているうちに、まあ、明日でほら2月終わりだから、だからまあ1ヶ月以上それはその課題というか、ケイノ君がやってほしいと言ったことをまあやらずに放置してしまったということなんだけど。まあ、それはまあ、彼が食うと言ったそのうちにさ、まあ、2時間くらいのね、ビデオやってたらすぐにまあ撮れるかなと。まあ、まあ、二目コーラで、その街の風景、外の風景をそのビデオを撮ってほしいというような、そういったリクエストだったから、まあ、それは多分やろうと思えばできるとは思うんですけどね。で、今日借りてきた本をちょっと言いますと、まあ、ね、湯浅誠さん、ヒーローを待ってても世界は変わらない。言いますかね。これほら、字がほら逆になっちゃうけど、これはね。でもね。で、から、山田正弘さん、新平等宣言。これも字が逆になってまうけど。コリン・ヘイト、この人知らないんだけど、ね。政治はなぜ嫌われるのか。民主主義の取り戻し方。で、これはね、なんだかもう共産とかの、わかんないけど、日野秀一さん監修、労働運動総合研究所編、社会保障再生への、改革提言、すべての人に生きる権利も、新日本出版社だから、まあね、そうではないかに僕は申し上げたんだけど、だからこれは、まあ、たまたま見かけて、まあ、毎日新聞社編、大正という時代、だから、これはね、アルンダティ・ロイっていうのは、これはあれでしょう、インドの作家で、帝国を壊すためにという新書があるというでしょうね、これは。民主主義の後に生き残るものは。で、これはほら、話題の本というか、フロイト講義、死の欲望を読むというやつ。まあ、暇なので、まあ、そういうものを書いてきたということです。で、明日が、まあ、図書館休館日ですから、まあ、だから、まあ、一応、そもそも書いてきた。まあ、あとはね、その書庫の本とかなんかもリストアップしたわけだけど、まあ、デュルケームとかその関係とか、だから、まあ、デュルケームは、まあ、有名な、ほら、自殺論ってやつだけその世界のイメージを持ってるわけだけど、だそういうの解説とかその関連書がその3冊4冊とあったから、まあ、それをチェックしたのと、まあ、あとはまあ彼のその社会学講義とかその社会学的方法の基準とかそういったものとか、あとウェーバーであったその理解社会学 のなんとかとかカテゴリーとかそういったものとか、では彼らはまあいずれもその社会主義者ではなかったと思いますけれども、そうだと思いますけれども、まあまあ、リュルケームもウェーバーも2人ともその社会主義について書いている、その本を出しているということね。ウェーバーは社会主義、でリュルケームはその社会主義さんの、まあ、とにかく2人とも本を出しているということだった。うん、まあ、そういうことでした。まあね、まああとはまあ
まあ、この人は、ね、よく知らないんだけど、あの、まあ、少しはようなことだけど、よく詳しくは知らないんだけど、まあ、アンソニー・ギレンズっていう社会学者の、まあ、近代の社会理論とかいう本で、まあ、ウェーバーとマルクスとリュルケンワーと言われて、まあ、という本とか、ね。で、まあ、それはまあ、基本的にはね、まあ、そういう、その彼のような、ね、意見っていうのは、まあ、スタンダードというか、まあ、標準的だというか、あの、ね、だと思いますよ。まあ、つまり、まあ、あの、ズーズのように、まあ、あの、マイナーな人に注目するんでなければ、まあ、まあ、あの、まあ、まあ、ヨーロッパの近代の、まあ、社会理論といえば、その、まあ、その3人を挙げるのが、まあね、まあ、普通というか、まあ、常識的な線だと思いますよね、まあね。まあ、それぞれ、まあ、違うと思いますけど、その3人ともね、まあね、まあ、違うわけですけれども、まあ、あの、まあ、それを見れば、まあ、大体その近代とか現代ですかね、その19世紀から、まあ、20世紀、20世紀後半から20世紀にかけての、ね、考え方の枠組みはですね、少しですね、あいつ、わかるのではないかという感じですけど、あいつ。だけど、まあ、僕はよくわかりませんけども、だからそういう人たちって、彼らというのは、まあ、マルクスのように、まあ、全集的なものがですね、訳されて、売られてな、出されてないんでしょうかね。つまり、ウェーバーとかリュルケームの、まあ、全部というか、そういうものが、まあ、昔の翻訳じゃなくて、まあ、新しい翻訳というのは、今は出回ってないのでしょうかね。それよく知らないんだけど。なんかまあ僕はまああの、暇ですし、暇だというかまあ、のんびりと、ね、ないことをのんびりとしているから。だからまあね、そういう上なというかね、まあ基本的なまあ、文献から読んでいるみたいな、そういう感じなんですけど。まあ、まあ、そういうですね、まあ、あんまり、本ばかり漁っていても、まあ、あんまり仕方がないというふうには、まあ、誰でも思うと思うんですけど、ただ、まあ、僕は、だから、あんまりさ、うん、想像力があまり豊かではなくてですね、他にどうこうということはあんまり考えつかないということなんですけどね。だから、まあ、まあ、誰でも、まあ、自分ができることしか、まあ、できないからね、まあね、と思うんだけど、僕は。まあ、そして、まあ、どう言えばいいか、まあ、抽象的な、ほら、言い方になるけれど、まあ、本当にやりたいことは、できていないし、まあ、これからもできないというふうに考えるといけないのか、それとも実はね、やっているのだというふうに考えるといけないのかということで。ね。だ本当はこうしたいんだっていうことを思ってもね、でもまあ、できないものはできないということで、例えばさ、自分はまあ、ドストエフスキーのない小説を書きたいんだと。思っても、それはドストエフスキーじゃないから、それは書けないということですしね。だそういうふうにしますと、まあ、日々これまで自分がやっていることは、まあ、できることだから、まあ、それによって、まあ、結局、まあ、自分がやりたいことっていうのは、結果的に実現されているのではないかと思うということで。まあ、例えば、いろいろあるけれども、例えばね、まあ、パルパロリーとか、そういうだけ言えば、まあ、ちょっとした意見とかね。まあ、そういうもので十分ではないかとかね、思ったりとかするわけですね。まあ、それはいきなりさ、ドストエフスキーとかプルーストとかジョイスのような、すごく長くて難しい小説をいきなり書こうと思ったら書けないから。ね。まあ、あるいはものすごい長い、立派な哲学とか論文を書こうと思ったら、それなかなか難しいからね。ただ、まあ、どう言えばいいのか、まあ、まあ、図書館はまあ10冊までというね、まあ、そういう制限があるからなんですけど、まあ、まあ、哲学とか文学、そういったものをほとんど借りてこられなくて、
まあ、社会学とか社会科学関係、あるいはその政治とか、そういったもの、経済とか、そういったものばかりになってしまうのは、まあ、自分としては、まあ、嫌だというかね、まあ、あんまり向いてないと思うんだよね。そして、どうやればいいかな、まあ、倫理というほどの倫理ではないんだけど、別にそれは倫理というほどの倫理はありませんけれども、まあ、自分としてですね、あんまりその、やりたくないと思うのは、それは例えばこういうことなんだけどね、つまりまあ、最近、ほら、その 3.11 以降に何ですか、出てる本で、まあ、その、デモとは何かとかね、デモ、社会運動化する社会とか、いう本が何ですかあるわけだけど、ね。まあ自分は僕はまあどんどんでもね、行かないわけだけどさ。自分は行かないのにさ、ね。そういう本だけ読むということはなんとなくね、嫌だというか気が引けるということだね。と、まあ言ってさ、自分はそのデモとかに参加しないのに、デモの社会学とかその、ね、ストリートなんとかとかね。社会運動活動社会というものを読んでどうするのかということ、そのこと読んでも仕方がないというふうに僕は思うということで。ね。まあ、それは別にさ、倫理というほどの倫理はないけども、ちょんね。まあ、僕はそういうことをしても仕方がないと思うということですね。つまり自分がそのデモに行かないのにさ、デモと何かとか、デモ論みたいなものを読んでもさ、しょうがないじゃないですか。と思いませんか？でもそんなこと言うのは別に、まあ、労働に関してはって僕は今、フリーターとかやってないし、まあね。だけど、まあね。だからまあ、よくほら、エアリップとかさ、エアなんとかとかいうことよく言われるけれどもね。ね。まあ、それはそうなんですけれど、僕はですね、まあ、インターネットでもこうやって喋ってますけれどもね。なんかあんまりさ、誰かに対してその話しかけて、誰かと対話してるっていう実感がまあ、あまりなくてですね。ね。ですからまあ、この表情信じればまあ、一人くらいはとか聞いてるかもしれませんけれども、まあ、あと6割聞くのもいいかもしれないよ。でも誰かわかんないし、だから、で、どうやってね、まあ話しかけばいいのかわからないから、わかりませんから、まあ結局はまあ、わかんないから、まあ自分が話したいことだけを話しているということなんですけどね。だからそういう意味ではあんまりその対話的なものは成り立っているという気があんまりしないという、ね、ことなんですね。っていうかまあ、それに限らず、まあ、この YouTube の中に限らず、あんまりさ、まあ、一般に、まあ、会話が成り立った時があまりしないっていうことでさ。その Facebook の友達が、まあ、何人、これ見たら、その550人いることになってるけれど、まあ、それはまあ、すごいって言えばすごいけれども、まあ、自分の、まあ、昔からの知り合いってあんまりいないから、まあ、そういう知り合いの知り合いとか、その Facebook 側で、まあ、ね、いや、知り合いかもと言って提示されたからという人が、まあ、多いわけだし、まあね。わけですよ、まあね。そして、で、基本的にあまり対話してませんし、まあ、フリーター論争、でもそれもやめてよかったし、まあ、その、当時の知り合いとは関係ないし、まあ、その Facebook とかで、まあ、白石さんは大学の先輩なんだけども、彼は、ともね、そのネットですら話してないし、直接会うのはもちろん会ってないし、全然ね。で別に、その、東京まで出かけて行って会おうとも思わないし、まあ、Facebook その他にもうち話さないし、でその彼の投稿を読んでるというだけのことで、別に話してないしね。
なんかあんまりその積極的に、まあ、ね、休校を温めるとか会話するということでもないし。だからコメントくれたら、まあ、それに対しても返事は書くというくらいいいですもんね。だから今日もその、何、公明党の方から、まあ、その、共産党は、ぶつぶつしたみたいなコメントがあったから、それについても少し対話したっていうことで。ね。それくらいのことだよね。だそういうことがあれば、だから少しは返事を書くけれど、そうでなければ別にその、まあ、その Facebook の550人の友達とか、179人のフォロワーさんとか、ね、ともあんまり話さない、対話しないし。そのフォロワーっていうのは、前はそのフィード購読者と言ったけれど、私よくわかりませんでもね、増えたり減ったりするのは。例えばその、今日 YouTube で、まあ、どんどんその DM レボリューションとかを流したら、まあ、減ったりしてるわけだけどね。まあ、あとはその、昨日、そら、資本論とか、カニ光線とか、そういったものを、だからまあ、YouTube で流したら増えて、何人も増えて、まあ、3人くらい増えて。だけど、まあ、その後、夕方まで減ったわけだけど、まあ、そうすると、だからそういった、まあ、最後的なものは好きだけれども、そうではないものは嫌いだという人たちだったんだろうというふうに思うけれど、でも、それはね、そういう人たちのよくわかんない気持ちっていうのを推察するとね、疲れるんだよね、なんかね。だって僕はうちの好きなふうにやってるだけだしさ、ね。私はたまたまその YouTube で検索したからそれを出しただけだしさ。ね。そのカニ構成にしよう何にせよさ。ね。で、それが僕はその TM リベルスの、まあ、西川君が好きだからその YouTube を流したってさ、それは別に構わないじゃありませんか。で、そのクラシックとかジャズの、まあ、そういった音源ばかりさ、聞いてなければならないとかさ、そういう、まあ、高等的な話ではないわけだからさ。ね。それははっきり言っても何でも、まあ、自由でしょ。つまり、どういうものを聞くのも聞かないのもさ。だそれはだからその西川君、だから TM レボリューションはまあ下品だから、あるいはその価値が低いから、まあ自分がもうフォローを外すっていうのはしょうがないというふうに思うというかね。だそういうのいちいちそういうまあ気にしていてさ、イメージとかでも気にしていたらね、それは窮屈ですよ。ね、だからそれはだからベートーベンとかフランス・リストとかそういうのを比べればね、TM レボリューションはどうなのかというふうに、まあそれは誰も思うかもしれないけどね。だけどでもそういうものだって僕は聞いてるわけだからさ。そのスピードだって、マックスだってさ、宇多田ヒカルだって、安室奈美恵だって、カラダモミだってさ。だそういうものは別にその概念的な、またはその図式的なさ、話ではないではありませんか。だってまあ、趣味っていうかまあ、ご好みなんだから。だからまあその理屈とか、ね、図式とかではないしね。まあ好きなようにやってるだけだということね。だからまあそういうまあ実体的なまあ人間関係ではないというか、ね、まああまり知らない人が多いわけですよ。ね、だからミクシーの方で加藤さん、加藤のり子さんっていうのは昔から知り合いから、随分そのミクシーの友達増やしたんじゃないと言われて、つまり、そのフェイスブックが盛り上がる前とは、まあ、皆さんミクシー、まあ僕もやってたし、ミクシーがやってたから、当時はだからそのね、まあ、200人とか、ね、300人も友達がいたのに、いつの間にかその28人まで減らしてるわけだけどさ。で、その加藤さんがだからまあね、まあ随分減らしたんだねというふうに言ったから、まあそれ減らしたんだよというふうに言ったわけだけど、だからミクシーにしても、だからそのフェイスブック今やってるようなものにしてもね、まあ、基本的にはその友達の友達とか、あるいはその、なんだまあ、そのフェイスブック側からまあ提案された、させとされたもの、友達はありませんか、知り合いかも、と言われたものだから。そんなさ、550人も、な友達がいるはずがないし、ね、と思いますよ。また、人によって、まあ、その状況とか、まあ、自由な時間の度合いってのは違うから、その550人の全員が、まあ、ログインして見てるわけじゃないだろうっていうかね。っていうか、まあ、しょっちゅう見てるのは、まあ、10% ぐらいじゃないかと。いや、わかんない。確証はないけれどもね。まあ、少ないだろうと思いますよ。ね、
まあ、特にまあ普通の労働者っていうかサラリーマンとかまあ、ね、パートの人もね、平日の昼間っていうのはまあ皆さん大抵ね、まあ、この時間だったらそうかもしれないけどもね、まあ、普通の会社に行っても5時っていうとまあ就業くらいの時間ですか、分かんないけど残業なければってこと、皆さんまあ平日の昼間とか働いてる人多いから、ね、まあ、それはだから平日の昼間とか朝とか早朝とか深夜とかねになんか書いたりは放送したりしていても、だからそんなもの見てるとあんまりいないだろうっていうのはね、いるはずないんですよ。そういうの思うから。だから本当はね、だからもうコミュニケーションってあんまり成り立ってないと思う、ね、なんかね。だから僕はそう思うということですよ。まあ、それにまああのだからまあ友達は友達とか、まあ、あの友達かもとか言ってサジェストされたということだから、まあ、そのうち何人かがまあいなくなってもですね、まあ、基本的にその誰がいなくなったか分からないことが多いということで、だからそれ普段それほど交流していないから、あの誰かが何かの表紙にまあ嫌になってリブームしていってもですね、それは誰なのかも分からないみたいなことだから、まあね、だからそういう意味ではまあ結構そういうネットというのも大変だなというのも思うわけですよ、ね、なんか寒いよ、僕は寒いんですけどちょっと暖房つけようかな、なんか風邪気味らしい、なんかね今日は寒かったですね。まあ、あんまりそんな大した意見でもないけど、まあ、そういうのを持っているということですね。確かになんか寒いっていうかね、寒いね、なんかね、風気味なんじゃないかと思うけど。ですからまあね、まあ、基本的にその対話とかね、コミュニケーションといっても、まあ、想像上のさ、ね、コミュニケーションに過ぎない。いいと思いますよ。別に僕らがそういうことを言うとやつって、まあ、インターネットよりもそのリアルの方が充実してるって言うわけだけど、でも僕はですね、別にそのリアルの方がいいんだというのも思わないから、別に。そうは思わないから、僕はね。リアルっていうのはもっとつまらないですよ。ご近所歩いて何が面白いんですか？少しも面白くないですよ。こんなものは。と言っても別にね、ご近所にいても面白くないと言っても、僕はそんなにさ、東京とかに新宿とかそんなに頻繁に出て行きませんし、ね、行かないし僕は、そういうところに。旅行もしないからね。だからまあ、自宅で本読んでピアノ弾いたりしてるという、またフェイスブックで。やってるという、まあ、それだけ、です。それ以上のとかそれ以外のことはあまり求めてないしね。それからね、だから今日もさ、水曜日だから病院に行こうと思って行かなかったんだけど、結構ね。ですけどね、まあ、いろんな意味でっていうから、
結構体の調子も悪くて、もう10ヶ月くらい前とか1年くらい前からね、具合が悪くてさ。ですけど、まあ、病院に行った方がいいと思いながら行ってないとか、ね、それ体の調子悪いっていうことなんで、それも行ってないとかね、あるいはその、精神科もですね、その睡眠薬すらもらいに行ってないからね。睡眠薬以外の薬はもちろん、その睡眠薬すらもらってないから。それは前、前々回に行った時に、そのお金がですね、なくてさ、薬代がなくて、あの、で、まあ、薬はいいですよってことになったら、それ診察だけで、まあ、400円くらいだったんだけど、そうしますとね、まあ、まあ、別に薬なくても、まあ、普通にまあ、眠れるじゃないかっていうことだと、まあ、ね、特にいくらその自立支援で1割負担だと言ってもさ、高い金を払ってさ、別に薬をもらわなくてもいいのだというふうに思うわけじゃないですか。別にだって、睡眠薬なくて眠れるんだったら、別に睡眠薬いらないし、で、睡眠薬以外の、まあ、あのね、抗うつ剤とか抗不安剤とかいったものは全然効果がないわけだしさ。ね。まあ、一応だからね、まあ、よほど特殊な薬は別ですけど、そうじゃないものというか、ね。まあ、一応その、抗うつ剤とか抗不安剤として、まあ、一般に処方されている薬って、まあ、ほとんどは、まあ、全部は飲んだと思うんだけどね。だけど、まあ、効果はないということなので、まあ、効果ないんだったら別に飲んでも仕方がないし、副作用が合うだけだからね。まあ、それはいろんな薬やいろんなタイプの副作用があるわけですよ。ね、で、別に何の効果もなくて、その副作用しかないんだったら別にその、何、その高い金を払って、高くないけどさ、別にお金を払って別に薬を飲まなくてもいいだろうというふうに思いますよね。なんかさ、つけると暑いし、消すと寒いのかな、多分。っていうことなんよね。で、からですね。うん。だからまあ、最近はですね、だからまあ、こういうことを、まあ、まあ。今日も少しそれあの、赤木さんに関連して少し言ったけれども、最近はまあね、年齢的なこともよく考える機会が多いわけですけれども、でもさ、あの、まあ、気づけばっていうか、まあ、いつの間にか37歳になっていますとね、別にその立派なことはしなくても、まあ、結構俺年上ということになって、あの、まあ、世の中ネットでもそれ以外でも世の中存在している人たちっていうのは、その自分と同じくらいから、その年下の、ずっと年下の人たちが多いわけじゃないですか。赤木さんでも同い年だしね。そうしますとね、なんかまあそのネットのツイッター、フェイスブックにやりすぎしていても、僕自身は別にさ、普通っていうかまあ、普通なんだけど、まあ、あんまり遠慮せずに、あの、あんまり遠慮せずにさ、なんか見返ってるものを申し上げていると、ね、負担とかまあ、不安、まあ、あの人が攻撃されているんじゃないかというそういう受け取り方の人が多いのではないかということを、ね。それはだからね、僕はあの、ま、年齢とか全然考えてなくてもね。だからま、客観的にはま、ね、もういい中年ですからね。だそうしますと、なんか、僕は別にそういう意図がなくても、まあ、圧迫感を感じるっていうコミュニケーションにおいてというケースも多いだろうというふうに思うという。だからいつまでもさ、僕だってさ、いつまでも別にさ、10代とか、17歳とかさ、高校生、大学生とか、ね、あるいはその20代前半とかね、大学を出たばかり、大学院在籍、大学院出たばかりとかね、ね、少し何もやってるか、あるいはその少しバイトやってるとか、社会に出たばかりですみたいな、そういったものではないわけだから、もうね、もう中年になってるわけだからね。だからそうしますと、まあね、まあ、コミュニケーションの圧力とかさ、まあ、いろんなことがあるというか、ね、まあ、基本的には僕はそういうこと、まあ、あの優しい性格ではないから、まあ、基本的には、まあ、何の遠慮もせずにそのものを申し上げているわけですけれど、まあ、そうしますとね、まああのまあ、そういうことは負担な場合も多いんでしょうかね、まあね。ですからね、
若者論みたいなものを嫌いだというふうに申し上げたけれども、だから、だけどさ、実は僕は分からないっていうことで、例えばね、だから、このところの若い人たちっていうのは、だからあんまりさ、直接的な行動と、直接的な表現を好まないとか、ね、できるだけまあ、優しく間接的に言うことをこの人が多いんだっていうふうに一般に言われることが多いと思うけれども、本当にそういうのは知りませんけれど、いや僕は分からないんだけど、僕みたいにまあ、あんまりさ、そういうこと気にせずさ、ずけずけ、まあ、ね、遠慮なくに言ってますとまあね、まあ、それ以外も非常にまあ、負担ない人が多いんじゃないかっていうふうに。だからそれは私は当たり前のことよく分かりませんけど、一般的にはそうなんじゃないかというふうに思うということでもね。ですから、最近の、若いか最近の人々は、そういう、まあ、優しいというか、柔らかいコミュニケーションを好むっていうのは本当かどうか知らないんだけど、もしそうなんだったら、なんかあんまりさ、ずけずけとものを言っているというのは、それはその相手にとっては負担なのかなというふうに思ったりとかね。負担とかまあ、まあ実際そのツイッターで書いてるだけだから、別にそんなに脅威ではないんだけど、脅威ではないはずなんだけれども、怖いとかね、怖いっていうかまあ、圧迫感があるとかね、いろんなことがあるかもしれないね。ただね、なんか、先ほどもっていうか、しばらく前、何時間か前もそのね、Facebook で申し上げたように、まあ、僕は若者論っていう最近のあれは、リアリティがないとか、僕自身わからないっていうことで、ね、なんかそれはそういうふうに、まあ、それはそういう人やったって、まあ、多分にさ、ネットとかなんかを観察しただけの、まあ、印象論で書いてるだけだと思うけれど、なんかそういう人たちと印象を持っているってことだけど、僕は実感とするのはないっていうことですもんね。だからまあね、ですからまあ、だそういう意見っていうのはなんか、まあ、肯定的にも否定的にもどちらにも語られる場合があるわけですけれど、だからそれについて思うのはまあね、一つはだからそういう意見というか言説の奥にあんまりさ、まあ、はっきりした実証的な根拠がないじゃないのかということとね、もう一つはね、どう言えばいいかまあ。社会構造というよりかその、まあ、人間のまあ生物学的なにまあ年齢があるということから来るような普遍的な構造があるんじゃないのかっていうのは、例えばさ、古代のエジプトとかね、ねから、すでに出土したパピルスとかにもまさにさ、まあ、年長の人が、最近の若者はどのこのっていうものが出てきてるわけだけど、それはまあ、文化も違うし、時代も違う、古代の人もまあそういうことを言っているっていうわけで、そうしますとね、だそういう人たちは、まあ自分もかつては、若かったということをね、忘れているわけだけどさ、ね。だからそうしますとね、まあ、例えばその、医学の発達の中によって少しずつ寿命伸びてるけれどもね、まあ、無限に生きることはできない以上ですね、ね。まあそういう、まあ生物学的な年齢によってですね、規定されて、まあ、ある程度以上の年代の人は最近の若いものはということを言ってしまうという構造ということ自体はですね、古代から現代に至るまで、あるいはそのね、その文化や社会が違えど、普遍的なんじゃないかということ。だからね、後藤和友さんとその他の人、まあ、影さんでもが言うような、若者論の 99% はまあとんでもであると。非科学的なとんでも科学で、疑似科学であるという批判はまあ正しいと思いますけども。正しいけれどもね、その人たち自身もいつまでもその 若くはないわけで、そんなに後藤さんにしてもですね、いつまでもその自分がその若者だというポジションを保っていられないから、いつかはその自分も年を取るわけですよね。だってその若者とかいうそういった漠然とした抽象的なものっていうのはね、何でもいいけど、でも人間であるとかさ、労働者であるとか、ね。あるいは何だろう、まあ、同性愛者であるとかないとか、そういったようなものとは違うからね。それは誰でも一定の年齢であれば、その若者、まあ、生物学的には若者だけれども、でも、必ずまあ、年を取ってまあ死んでいくというのは、生物学的にまあ、それは宿命ですから、まあね。ね、だそういう意味では、その、
で、こういうことは若者に限らず何でもあるんだけど、その後藤さんの後藤さんがその今の若者の 99% はね、デタラメですよと、疑似科学ですよと批判するとして、そういうのを退けた後にさ、じゃあ本当のリアルな若者の姿はこうなんだってことになるかっていうとね、なかなかならないしさ。で、そういうふうになったとしてもですね、だからそれはその時点のその人たち、あるいはその人たち、人に近い人たちがそうだというだけで。まあ、例えばその10年くらい経過さえそういうものは消えてしまいますよね。と思うわけですかね。そう思いませんかね。だからそういう意味で、その漠然としたその時代の気分とか感覚とかいうものは、客観的に確定することは非常に難しいということで。で、それは例えばその、僕はこの間ずっと問題にしているように、まあ、記録だったらあるわけです。例えばその YouTube 上に様々な、まあ、動画と音声コンテンツがあると。で、そういうものを引用しながら、まあ、していますとね。まあ、僕らは僕からの、だから90年代聞いたものっていうことを引用してますとね。だからそれはその同じように同時的に経験した人にとってはですね、それは同じ、具体的なマテリアルとして客観的になるからね。だからそういうものを参照によってはそれは示すことはできるけれど。できますけれど。でもね、それは私のまあ個人的な体験なり感覚であるわけで。だからそれをだからね、まあ、ある程度の一般性を持たせて表現する、あるいはその伝達するってのは非常に難しいんじゃないのかと思うということね。それは単なるさ、ね、イデオロギーとかそういうのはないんだというふうに言えませんよね。それは何らかの漠然とした共通の経験はあるはずなんだけど、あるはずだけど、客観的に確定して対立するのは難しいということですよね。そしてある意味そういうような、まあ、どういうかな、まあ、半ば心理的な次元というものも、まあ、含めて見なければ。まあね。ただ単にその経済関係とか、どういう社会的なポジションにいるかとか、そういうことだけではですね、ね、なんか人間の経験の理解としてはですね、まあ、普遍的にならないのではないかというのを思うということで。だからまあ、それは過度にですね、まあ、心理化するっていうかね、心理化して、まあ、うがった解釈するのはそういう考えものだけど、それは間違いないと思うけどね。だけどまあ、そういう心理的な次元、あるいはその主観的な次元もまあ、含めなければまあね、その人間の経験、つまり過去であれ、現在であれというものはね、どういう社会階層、どういう人々であれ、というのは、それは具体的にはならないんじゃないかというふうに思うということですよね。そう思いませんかね。だからね、そういうものは、一人一人みんな別だとか、個人個人全然違うんだっていうふうに言えば、それはもちろんその通りなんだけど、そういうことを言ったらね、まあ、何らのその共通のコミュニケーションとか、まあ、理解とか、そういうことは不可能になるというふうに僕は思うけどね。だってみんなそういうの一人ずつ、みんな別なのだって、それは当たり前の真理だからね。だからそういうことだけでは、まあ、コミュニケーションとか、共通の理解とか成り立ちませんよという、ね、そういう結論しかならない。ね、人一人違うということだけではね。そう思いませんか？僕はそう思うんだけどね。あいたた。さっきも言ったんですけど、体の調子が悪くて。まあ、というふうに、まあ、まあ、誰も聞いていないかもしれない話をですね、延々としていますけど。だから、まあ、ね、まあ、いろいろと、まあ、まあ、感情的なっていうか、まあね、なんだっけ、昨日だっけ、なんか、その対人論法とかね、つまり、誰かその特定の人に向けた、まあ、一種の、まあ、表現だということに、という話をしたけれどもね、そういうふうにしますと、まあね、まあ、その人のポジションっていうものに関してさ、まあ、こう、細かくというかね、考えるわけで、例えばその赤木さんが言うとしますと、その赤木さんに、まあね、
まあ、反発する例えば誰か別の人ね、それは赤木さんに、まあ、いろんな理由で、例えばそのジェンダーについて控除していないとかね、まあ、さまざまな理由でも反発したり、まあ、しているとか言うとするとね、だから若木さんとそれとの関係はそういうことなのだというふうに、まあ、理解をすると。それに限らず、まあ、非常にさまざまなことをこ細かくですね、まあね、ね識別して、まあ、理解をして、でか、まあ、推測をしたりしているということだよね。だから、その人がこういうことを主張して、こういうふうに言っているということの背景に、なんか、その人なりの理由があるということだから。まあ、そういうことも含めて考えなければいけないとかね、いうことですもんね。例えば、何かの偏見にだと思われることです、その偏見だというふうにさ直接言ってもですね、あんまりしょうがないことが多くてね、だそういう人はそういう意見なんだ、そういうさまざまなまあ行きかかりがあったからまあそうなってるわけ、だからね、と僕は思うわけですよね。まあ、そういうふうにまあいろんなことがあるよね。ですから、まあ、そうしますとね、まああのまあ、いろんなまあネットとかの人たちでも、だからそんなに何百人も何千人もいる人たちに関してさ、全員ですね、そんなにまああの細かく見て理解してなかったら、そんなことはもちろんないわけだけどさ、まあ、自分も主要にほらあの、日常的にやり取りをしているような人たちに関しては、まあ、かなり細かくさ見ているという、ね、ことだよね。この人はあのどういう背景があって、どういうような経験をしていて、まあ、どういう考え方なのかということを、まあ、かなり細かくですね、いつも見ているということだよね。だからまあそういうようなまあまあある意味ではまあねあの細かい見方っていうのがまあ私なりまあ僕なりがやっていることだというか別に方法論ってことの方法ではないけれどもまあそういういろんなあの細かくというかまあ微細にまあ見ているいるしだからそういうふうにそうして分けてですね。という感じだね。そういう、まあ、あの一面識もない人たちに関してさあまりにも、まあ、そういうの細かくですね、まあ、あれこれ推測したりとかねいやこの人はこれこれこうだからあまりにも細かくですね気を使ってどうなのかというとそれは別にどうにもならないでしょうね。だからまあ、例えば別に何でもいいけど、まあ、あの、赤木智弘さんとかね、その彼一人をとっても別にさ、その彼の意見があの間違いであるか、正しいかという、ね、そういうわけの話ではないわけで、その彼のその彼の言動をめぐって様々な、ね、意見とか立場があるし、様々なことを感じたり、その言っている人たちがいるから、そういったまあ、あの、社会的なまあ、あの、まあ、影響とか、まあ、波紋とか、そういうことも含めて考えなければ、
赤毛さんに対する反発とか批判でも何とかあるわけだけど、一つはその彼のまああの理論とかまああの理屈とかが間違っているとか、あるいはそのね事実誤認であるとか、あるいはその政治的に間違っているとか、その労働者分断相撲であるとか、そういった批判が一つですよね。てかもう一つはね、もう少し別のこれは感情的なレベルのものがあってさ、ね、それを全、まあ、特に男女差別とか、まあ、さまざまもっと難しいところからその彼に対する反発もあるし、それは人によって違いますから、まあ、それはね。で、その最初のほら、あの、理論的に間違っているとか、ね、政治的に間違っているというタイプの批判っていうのは、多分後藤さんだったらその彼を見れば、なんとなく民主党的な立場なのかなというふうに思うけど、政治的にはね。だそういう方面からの、まあ、いわゆる現実政治家の批判もあるしね。まあ、その共産党的なあの労働運動からも、やっぱりそれは労働者分断するものだという見方になるだろうしね。だから別に赤木さんは名指しで批判はしないだろうと思うけど、まあ、明らかにその赤木さんも含まれるだと思うような含まれるだろうと思われるような形でその批判が適切だと言いましているけれども、ね、そういうふうに、まあ、あの事実認定とか理屈として間違っているということと、政治的に間違っているというような意見は、だからそういった政党的なに近いものから出ているし、まあ、それよりももっと感情的なレベルで反発している人もまあいるという、ね、そういった図式になっているから、だからそういうふうに、まあ、赤木さんの赤木さんが投じたものをめぐって、あのどういうような、あのね、だから赤木さんが何かを伝えれば、それに対してあの支持するとか、あるいはその反発する、否定する、批判するって、さまざまなあの、ね、あの広がりというか、その影響が出てきているわけだからね。だからそういうふうにしてまあ測定していかなければ、その単純にさあの彼が正しいとか間違っているというふうにはなかなか言えないというふうに思うというかね。そういうふうに見なければというのは、それはですね、単にその事実関係からなんか、から言えばですね、それはあの、僕も間違ってると思うから、それはね。だってそれはだって、間違ってるっていうか、あの、そういうふうにしてしまうと、だからまあね、その非正規と正規労働者っていうふうにしてしまうと、まあ、賃上げがされても、格差が温存されたり拡大するから、あの、ダメだという意見になってきて、だからそうしますとね、もうどうしようもなくなるというかね。だったらどうするんだっていう形で、その彼はまあ非正規にその金を渡せと言ってるけど、それいいんだけどもちろんね、だけど、どういう手続きでそれをするのかっていうかね。だかそれはね、まあ、従来の社会ではまあ、例えばその、なんだ、その、生活保護とか、あるいはそのなんかの年金とか、あるいはそれに近いような、まああの、社会保障とか社会福祉的な枠組みで、まあそれが一部なされているわけだけれども、だそういったものを守るとかです、拡充するという方向なのかとかね。まあだそういううち限らないんだけれども、だから、今の世の中っていうのはその金を渡すべきだから、大事に金を渡すっていうふうになってないから、今はね。だからそれはだからね、あの、まあ、困っている人がいるから、弱者がいるから、その人たちを、のために、まずはその人たちを援助しなければならないというふうに思うとしても。ではね、どういうふうな仕組みとか、どういうようなあの枠組みの中でそれができるのかっていうことまでしなければ、じゃあその金を渡すとか、分配ってのはどうするんですかということになるでしょうね。ね、そう思わないですか？いや僕はそう思うんだけどね。だから、それは別にその共産党とか民主党とか、あるいはそのね、労働組合運動とか、例えばその清水直子さんとかね、あるいはその組合関係じゃないけど、その後藤さんのような形での、まあ、ね、その非正規と正規を対立させる間違いだとか、その正社員が崩れたら非正規がもっと悲惨なことになるとかね、そういう意見ではない、まあ、別にそういった別に、ね、政党とか組合の意見ではないんだけれども、でもそういうのも、まあ、赤井さんのその事実認識っていうかね、まあ、ちょっと違うじゃないかと思うということで、ね、だからまあ、現実的には、だからまあね、まあ、非正規も正規も含めて、まあ、そこでずっとね、賃上げをしたいとか、あるいはその、最低賃金を引き上げたりとか、そういうことしかないんじゃないのかというふうに僕は思うということだしね。まあ、それ以上にその、ラリカルな解決策っていうのはあまりないんじゃないかというふうに思うという。ね。私はそう思うということだからね。で、話を申せば、だからね、まあ、そう思うんだけど、だからそういうふうに言って、あの、ね、違うじゃないかとか、間違いだというふうに言っても、あんまりしょうがないということで、あの、彼が、だからね、その、まあ、投じた、まあ、問題提起があって、それに対してさ、まあ、いろんな立場がいろんな反応、その賛否両論とか、その、支持とか素晴らしいとか、あるいはその反発とかね、嫌悪とか、いろいろ出てきたわけだから、だからそういうふうに、その世の中は今どうなのかということを診断っていうかね、それを把握するための、あの、ね、
だ今、どういう人たちがいて、どういう立場からどういうことを言ってるのかというふうにしてみなければ。うん、だそれはだってさ、理屈とか理屈っていうか、まあ、その社会政策とかね、そういうことだけで言えば、そういうことだけだったらですね。だったらそれは少数の学者と官僚と政治家がいれば、それ以外の人は必要ないじゃないですか。でそれだけよければですよ。実務的にその学者が理論を考えて、それを官僚とか、ね、政治家が実現するということだけで構わないじゃない。ね、だけど、まあ、世の中っていうのは、まあ、今の日本っていうのは、まあ、よくも悪くも、まあ、民主主義社会ので、まあ、それだけのことになってないから、ね、つまりそういう、まあ、意味での英雄主義になってないから。だから少数の学者とか地域人と官僚が一緒にやつも案を作って、で、それを政治家が機械を通して、で、内閣が実行するというだけのね、それだけの、まあ、ことになってませんから、まあ、それよりか、まあ、いろんな、まあ、譲与っていうか、余分な次元がいっぱいあるから、その中では、その、赤木さんの、その、自分は、まあ、その当時はですよ、まあ、深夜のコンビニで働いていて、で、その体験から、まあ、自分はこういう問題提起をするという人が現れた場合にね、だそういう人たち、その人の、まあ、発言とか行為に対して、まあ、世の中がどういう反応するのかというような、ことも多分大事だっただろうというふうに思うという、ね、そういうことはね。まあ、つまりね、だからね、間違っていない正しい認識だけが必要なんだったら、それはね、官僚でいいだろうということですよね。官僚さえいれば、それ以外の人は一切関与しないだろうということだし、逆にはそうではないんだったら、まあね、まあ、いろんな意見、というか、それぞれのポジションに応じてもいろんな意見が出てくるんじゃないかということで。で、その場合は、その事実関係の間違いとか、それは違いますよ。例えば、その正社員の待遇がもっと悪くなったら、非正規だってもっと悪くなるから、ダメだというようなことは、それは指摘した方がいいと思うけど、僕はね。そういうことは指摘すべきだとは思いますけれども、ただね、別にそのみんなほら、全知全能じゃないし、ね、あらゆる情報を持ってさ、全部正しく推論するわけでもないし、で、そういうことをね、求めても、ダメだという、思うという。我々はそういう意味での、まあ、実務的な社会っていうかね、英雄社会に生きてないんですよ。つまりその、ね、だそういうふうに言えばもう、ね、一般人どころか、まあ、政治家すら必要じゃないかもしれませんよ。つまりだってその地域人と官僚がその改革案を作って、それを実行すればいいだけだったら、その議会すらも余分かもしれないけれど。だけど今の我々社会ってそういう余分なものがいっぱいあるというか、つまりさ、一般人もいれば、その議会も政治家もいるし、だそういう意味では、ね、別にそういう、まあ、テクノクラートっていうか、それが、テクノクラートだけがですね、案を作ってそれを実行するのだという世の中で今のところないから、まあね。それ効率が悪いかもしれないけど、でも確かに効率悪いと思うけどね。効率は悪いけれども、今の世の中ってそうなってるわけで、別にその専門家とかテクノクラートだけが、ね、全部取り仕切ってやってるわけではないから、ね、と思うわけね。まあ、それがですね、まあね。まあ、それが、まあ、私なりの意見だっていうか。別に民主制とか民主主義とかね、うん、その類のものを別にさ、叩いてるわけじゃなくてさ、別に素晴らしいというふうに言ってるわけでもなくてさ、そんなにさ、素晴らしくはないでしょう。今見れば、現状を見れば。そう思いませんか？まあ、素晴らしくはないんだけど、でも、まあ、世の中そうなっているということで。話ずれたけど、まあね。まあ、赤木さんに関してはまあ、そういうふうに思うということで。だからまあ、僕はだから前も言ったけど、まあ、まあ、純粋にまあ、意見そう思うとしてはね、かなりまあ、反対というか、つまりね、反対とかまあ、違うと思ってるんですよね、まあね。つまりね、単にその論理的な枠組みということだけで言えばさ、正規労働者が悪いっていう、その正規労働者主的論みたいなものはね、かつての、まあ、社民主的論みたいなものがね、まあ、論理的に同じなのにもね、
まあ、それ以外の、まあ、敵ではなくてね、一応より近い身近なさ、物を叩くという、そういったことだからね。だそういう意味で僕は間違えたんですよ、それはね。ね。だから僕はそういう意味では、だからね、それは、共産党系のその学者とか、そのノルウェーの活動家とか、あるいはそのね、清水直子さんのような組合の方とかね、そういうと言ってることがはるかに正しいと思いますよ。そういう意味ではね。だからそれはだからその彼の意見とか認識がさ、正しいかどうかということでもあんまりない、まあ、僕にとってはあまりそういうことは重要ではないのだという、ね、ことでしょうね。というかそういうふうに見なければ、まあ、不毛なことっていうのはね、まあ、世の中にいっぱいあると思いますよ。つまりまあ、単にその意見がまあ論理的にどうなのかとか、あるいはその政策、社会政策とかに有効性としてどうなのかということで言えば、有効ではないとか、あるいはその、すでには過去のものであるっていうものがね、それは大量にあると思いますよ、もちろんね。赤木さんに限らずさ。痛い。私はそう思うんだけど、まあ僕の意見はまあ抽象的なものだというか、私は先ほども申し上げたように、まあ自分は今はアホだ、別にそのフリーターでも別に何でもないからね。その赤木さんのうちその深夜のコンビニで働いてるわけじゃないし。だそういうことで申し上げますと、今ね。あいた。だからまあ、後藤さんはだからね、後藤和智さんっていう方は、それはね、まあ、止まらない実存なのだというふうにね、あるいはその自意識なのだというふうに言ってるけれど、でも世の中のこれまでのあれまで見るとね、だからまあ、もう自分なりの経験としてこうなのだということからさ、だって人たちがいっぱいいるわけでさ、例えばその赤木さんだった人は深夜のコンビニで働いていましたということだし、で、杉田俊介さんという方ね、その彼だったらまあね、彼こそまさにさ、実存系っていうかね、だけどさ、あの人はその、福祉関係の NPO で頑張っていましたみたいなことだしね。雨宮さんだってのはキャバクラで働いてましたみたいな。ね。で、これだけ広い目に遭いましたみたいな。いうことだから。でね。別にそれはさ、社会学者とか社会科学者とか、労働社会学者とか、労働経済学者とか、歴史家とか、ね。あるいは官僚とか、なんかそういうのじゃないんだったら、ね、別にさ、自分の経験としてはこうなのだというような、ね、そういうことが重要になると思いますよね。だそれはさ、いくらさ、後藤さんという方が、それは、実論系っていうのはダメなのだと、有害名義だと言っても、ね、さ、それぞれの、皆さんの経験からですね、私はこう思いましたみたいな、ふうにならざるを得ないんじゃないの？この人、いや、これは昔のほら知り合いだけど、彼はね、別にその、労働運動とか、ね、反貧困活動ではないんだけれど、いや、本名は違うんだけど、菅原さんっていうね、小説家の方がいてね、で、彼がその、自費出版の本を出してるけど、それはね、彼がね、大学を出て、佐川急便の、ね、佐川急便で働いていた頃のね、その体系なんだけどね。で、それは彼は今もその外国人の方々と交流があるわけだけど、それはその佐川のその現場にさ、そのペルー人かな、何人か、そういう人たちいっぱいいたということで、ね。で、それはその、まあ、その当時からの人脈と、それから関係と、それからその自分のその当時の経験っていうのを書いてるわけだけど、彼はね。だそうしますと、だからその佐川の現場ではどういうことであって、その労働者たちはどういう反応していたのかとかいう、ね。そういうふうに彼は書いてるわけですもんね。菅原さんの小説というのはね、曖昧な事実の中にという、そういった自費出版のものですけれど。ね。だから、もう一回話を申せます。だからね、その後藤さんのような方のように、まあね、そういう実存系の語りみたいなものは、まあ、状況を好転させないと、むしろ有害名義なんだというふうに言ったところですさ。そんなこと言っても、この社会って別に、テクノクラートが全部さ、立案してさ、
実現するようになってないから、ね。だから皆さんその自分からすればこうやったというような経験値を持ち寄っているということじゃないですかね。だから赤木さんはこう、まあ、自分の、まあ、なんだ、深夜のコンビニの、まあ、感覚としてはこうなのですということだし。で、杉田君はまあね、あだからまあ、まあ、自分の、彼自身の体験だけが、まあ、彼はいろいろ勉強しますけど、それでまあ、あのね、フリーターにとって自由と何かみたいな。今回はそのフリーターとフリーっていうのことをやっていたりとか。今やめたのかわかんないけどね。ということだし。ね。雨宮さんだってその、まあ、有名なる前で、世に出る前はいろんなキャバクラとかいろんなことをやっていたし。で、そこでまあいろいろまあ労働法的にもいろんな広い目にあったから。そういう経験からやってるわけだしね。ね。だからね、どうしてもそういう次元があるのだという方は、まあ、後藤さんとかは知りませんけど、後藤さん、勝本さん、そういう人は知りませんけど、まあ、清水直子さんとかね、その、ね、彼女とかは、まあ、彼女もフリーライターだけど、まあ、そのグッドウィルがまだ飛べる前だけど、まあ、グッドウィル、まあ、そういうのがあった時に、まあ、ね、まあ、自分もなんかそういう仕事の実態をしているためにということで、まあ、そのグッドウィル、まあ、結構働いたりもしていたけれど、でもね、まあ、それはその、まあ、運動のためにということだから、別にそれで生活しなきゃいけない、生活気を立てなきゃいけないっていうような、ね。嫌であってもさ、逃げられない、とか、ね。自分の尊厳も傷つけられるとか、そういったことはないからね。まあ、そういうような、まあ、その、ユニオンの活動家の人が、ま、少し、ま、自分を日雇いしたとやってみるというような場合と、まあ、ね、まあ、そうだ、だから、ま、普通に、まあ、普通にという場合はさ、違うかもしれないね。では、まあ、まあ、色々とあるけれども、惨めさの感覚も違うかもしれないね。だって、それは、何か別のもののためにそれをやっているのと、だから、それをやらざるを得ない、というものは、まあ、それは違ってくると思いますよ。で、それはだから、まあ、赤木さんも、杉田君も、今は、まあ、物書きっていうか、ライターだから、まあね、それは労者の思いではないから、でそういう意味ではみんな条件同じなんじゃないかというふうに言ってもね、まあ、それはちょっと違うような気がするのかね。もう少しさ、まあ、実際には、まあ、かなりね、まあ、もちろん人間の経験っていうのは別にそんなにね、労働以外でも労働であってもさ、そんなにまあ、暗いことばかりじゃないんだろうけどね。でも実際にはその、もっと暗い次元があるんじゃないですかね。ね。と僕は思うけどね。な、それは赤木さんも今日書いていたような、彼のようなさ、怨念のようなことにですね、これこだわっても仕方がないんじゃないかというふうにも、それは誰でも思うかもしれないけどね。でもそれはさ、第三者というか、まあね、第三者が言ってることだから。だから、赤木さんに言って意見が、例えばそのね、まあ、仮にその経済が少し良くなって、賃金が上がっても、格差が、温存性拡大するからダメなのだという意見に対してそれは違うというふうに、批判してもそれはもちろんいいと思いますけれども。だけど、ま、人間の経験っていうのは、ま、様々な、たくさんの複数の次元があるということで、言わなければですね。そんな正しいことばかり言ってもなんかすごくダメなような気がするのかね。だから、なんか僕自身も、なんか昔、少しだけ変わったかもしれないけれども、だからね、資本主義社会ってこう何百年もそうなわけだしね、だからまあ、労働者の悲惨な境遇ってずっとあったわけだしね、だから最近始まったことではないんだけれども、最近始まったことではありませんが、まあ、ここ10年くらいっていうのは、まあ、よく言われるより、まあね、労働バブルというか、その労働運動バブルということで、つまり、それだけ経済状況が雇用状況が悪くなってるから、でそういうものがどんどん盛り上がっているということですね。だそうしますとね、ね、まあ実際に非正規労働者じゃなくてさ、ね、ではない人たちっ
ていうのは、まあ、少しそのね、バブルであるということに関しても、少しまあ反省的に思った方がいいかもしれないね。と思います、僕はね。というのは別にその労働をめぐる状況っていうのはその最近いきなり生じたことでもないしね、最近の状況だけは悪いわけではないし、その資本主義の初期からあのずっとね、19世紀、20世紀を通してもあの悪かった場合が多かったと思うしね、そういうのは歴史的に捉えなければいけないし、あのね、今いきなりその日本がまあバブル崩壊後10年くらい経って、これだけ大変な経済状況になっているから、で皆さんの生活があまりにも苦しいからということで、バブル的に盛り上がっているけれど、それでは良くないっていうか、まああのまあ、世の中の客観的なあり方というのは、その資本主義ということに関してもさ、何百年も続いているわけだしね、その中の小さな波ですよ、今の日本というのはね。別にそんな特別なことじゃないと思いますよ、今の状況というのは。逆に言うと、バブルの頃とか、それより少し前とかがあまりにもね、少しは多分、良すぎたというか、安定すぎてたんだと思いますよ。だからまあ、まあ、あれこれ全体的に見たら、そんなにね、安定したりとか、あるいはそのお金があったという、まあ、一般庶民にお金があったという状況はほとんどなかったと思うし、僕はね、歴史的にも、世界的に見てもね。なかったと思うし、そういうふうに捉えなければ、だからね、別にそれは、ね、現在、まあ、公益日本の状況悪いから、それいきなりさ、バブルと言われるように盛り上がってしまっているということに関しては、まあ、少しまあ相対化しなければいけないというのもっていうかね。いや、それは私がまあフリーター放送、まあ、まあ、ところがして今やめてるけど、そういうのに関しては私もまあ僕が持つ意見のね。まあ、それさ、そのフリーター放送、その頃の話を少しすれば、まあ、僕はこういうこともね、まあまあ、それまで別にその労働運動とかとあまり関係なかった、まあ、友達と知り合いも、まあ、全員参入してきたっていうことで、で、まあ、そういう、まあ、友達の知り合いの、まあ、ご意見っていうのは、まあ、今その労働問題、労働運動って、まあ、ビン来ていると。で、これこそがその時代っていうか、今に求められていることだから、今必要なことなのだという。で、それはだから、まあ、政治的な活動家の、としての、まあ、勘としては、それは正解だとは思うけれど、正解だと思いますけれどもね。だけどね、これ考えた方がいいのは、だからまあ、世の中の状況っていうのは、そういうふうな、ね、時代の流れとか雰囲気とか、その、盛り上がりとかバブルとかいうことでさ、別に成り立ってないと僕は思う、ということでね。じゃあ、それは、それまで別にその労働運動とか労働運動とあまり関係なかった人たちまで、全員、まあ、ほとんど全員が、まあ、そこに入ってくるというような、そういう客観的な条件とか、その状況があったのだというふうに、まあ、理解した方が良いのではないかという、いうことですよね。で、そういうふうに客観的に理解したかどうなのだということではないけれど。で、もう少しさ、それについて、もう少しさ、マクロ的に見れば、別にその0年代の日本だけじゃなくて、ね、まあ、近代とか、まあ、資本主義、産業資本主義以降の、まあ、状況がずっとあったのだということにもなるし、ミクロ的にというか、まあ、微視的に見れば、個々人の、ね、状況ってそれぞれあるのだという、ね、理解になってくると思いますよ。私はね。だ私はですね、別にその、自分が、まあ、そういうことですね、労働者ではないし、まあ、別にまあ、フリーターでもないんだけれども、まあ、自分自身がその労働を含めて、まあ、世の中っていうのを考えるときには、そういう見ているっていうか、一つはだからまあね、もう少しその、0年代っていうことではないような、もう少しも大きな枠組みで見るということと、あとは、一人一人個人の状況が合うだろうというね、いうふうに思うという。でもね。
今何あの、うつみ先生。卓球なんか、せっかく近くの若い者はと、母編状態の年度場に書いてあった。何その、卓球便なんか送られてきたけど、字が間違ってるとかなんか、言われてる。笑えるなんかね。笑っちゃいけないけど笑えるなんかね。なんかまあ、この人はね、内海先生っていう方はなんか、面白いなと思うんだけど、思うけどね。思うけど。その彼のまあ、何ですかまあ、ドロップアウト塾とかでも全然行ってない、一回もね。まあ、話を申しますと、まあね。何かな、まあ、そういうふうに。あ、なんか疲れた。疲れた。なんか、だから、まあ、じゃあ、僕なりの考え方というか、まあ、そういう方法っていうのはどうなのかというふうに思いますとね。一つはですね、まあ、一つは、まあ、あんまり、ね、これは客観的な、それは検証ではないけれども、まあ、想像力ということは、想像力というかね、まあね、まあ、想像力といったら、まあ、曖昧だけどもさ、ね、まあ、その想像によってしかその構成できないものがあるんじゃないか。例えばそのね、過去の経験に関する理解とは、あるいはその現時点でもさ、その個人についての記憶が違う場合に、その人はどうなのかということに関してはさ、想像によってしかね、その想像が取るかどうか知りませんけど、によってしかないから。ね、私自身はだからそういう考え方っていうか、まあ、方法論ってことは方法ではないけど、そういう考え方だなという、ね、ことでありますね。でね、まあ、そういう過去の経験であり、その他人の経験でありですね、その感情的なレベル、次元とその感覚的な次元も含めてですね、追体験したり、その再構成することは不可能ですよね。それはもちろんね。それはできないんですよね。できませんけれども、まあ、できるだけですね、まあ、まあ、それに近づきたいという努力をすることができると思いますもんね。まあ、そういうふうにして、まあ、まあ、いろいろな時代の、あれも現在含めての、さまざまな状況とかをそこで生きている、あれですね、昔で生きていた人々に関してさ、まあ、少しずつまあ推測したり想像したりさ、理解していかなければですね、人間の経験ってつかめないんじゃないかと思うというかね。まあ、それはまあ 歴史とか、まあ歴史、過去の歴史に関係あるとまあ現在も含めてだけど、そういうものに関するのも、僕らの考え方だということで、まあね、一つは、記録というかね、まあ、それ言葉とか文章であれや、それ以外のものであれや、その視聴覚的なものとかね、CD だったら録音とか、音楽だったら録音とかね。そういうふうな、まあ、ね、記録とか残された記録というものの相対に基づくということと、そういうのは、まあ、記録されていないものに関しては、それはまあ想像するしかないだろうというね、ことだよね。それは世の中の全てが記録されているわけではないから、ね、それは少し考えればわかりますもんね。音楽に関しても、それ以外のものもそうですね。あるアーティストの音楽家がいても、その人の演奏は全部録音されたら、今はね、アクセスコンになってないしね。あるいは、ね、歴史的にその存在しても、その思想家とか思想家じゃなくても、まあね、その人というか、まあ活動家とか、そういうの存在していても、まあ、もう様々な圧力によって、まあ、消去された場合もあるからね、例えばね。僕なんかよく例に出すのは、その17世紀の、まあ、リベルタンって言うんだけどね、リベルタンってのはその、
当時のまあキリスト教にまあ公然と反対した人たちだけど、だそういう人たちは確かにね、デカルトの同時代に存在していたんだけど、でそういう人たちってほとんど残っていないのだということで、ね。まあ、あるいはに日本でもいいですけれどもね、百姓一揆とかなんかでもいいけど、そういったものでもね、まあ、果たしてまあどれくらい記録されて残っていて、まあ、その人間の経験としてそれは共有可能になっているのかということで、ね、まあ、それは記録は全く残っていないから、その断片的なものしか残ってないままに、歴史の闇に消えてしまったものがかなりあるんじゃないのかということで、でそれは様々なものから、その間接的な状況からですね、推論して、例えばその、江戸時代の、まあ、農民一揆とかね、まあ、こうだったんじゃないのか、明治時代のその労働争議、多分こうだったんじゃないのかというふうにね、まあ、少しずつね、推測していく、以外には手がかりはないと思うんですよ、これね。そういう記録、あんまり記録されてないものに関してはね。だ僕はですね、だから、まあ、あまりそのいう、現代思想的な意見じゃなくて、まあ、人間の経験とか歴史には、沈黙している部分があると思うんで、沈黙しているというか、つまりね、表現されていないし、記録されていない部分が必ずあると思うんですよ。だからそういうものに関して、まあ、どうすればそれに接近したら、その再構成できるのかというような、ね、ことは、なんかあんまりさ、あんまり、まあ、フランスとかいうこととあんまり関係なくですね、まあ、自分は私、まあ、考えているということで。まあ、つまり、そういうふうに考えるときに、まあ、主観的な、個人的なさ、思い込みとかね、ね、自分はこう思うんだっていうだけにならないためにはどうすればいいのかとかね。つまり、何らかの、まあ、資料とか、そういう流水物が残っていた場合は参照するってことだし、残ってない場合は、その様々な間接的なことからね、多分妥当だおらうという、推論をするということになるんじゃないかな。だからまあ、例えばその、フーコーのその、教育の歴史だったその、非時世っていうものがですね、最初は、街中で語るようなものだったということで、例えばそのね、その、まあ、狂人とか、異常者とみなされる人々とか、その、排除もされなければ、換気もされてなかった時代においては、そういう人たちは別にね、一般の人と同じように街中にいたし、平気でその、話していた、表現をしていたという意味では、ね、それはその時代においてはですね、その非時世っていうのは、言葉を持っていたというか、それは語っていたわけですよ。ですが、その彼らがですね、最初、まあ、これはだから実際に史実じゃないかもしれないけれども、アホーブネーティブに乗せられたの、排除されたりとかね、あるいはその近世、近代、まあ、古典主義時代というふうに、フーコーは言っているけど、その古典主義時代という国立では僕はあまり知らないんだけどさ、以降のように、むしろ閉じ込める、監禁するということだったら、まあ、ね、だんだんにその非時世の声とか、有効教育の声というのは聞き取られなくなっていくということですね。で、そしてまあ、そういうことは別に狂気とか非理性に限らないだろうということで、そういうふうにまあね、聞き取られなくなって、ね、しまう声というのはね、それだけではないと思いますよ。だそういう意味では、ね、歴史には沈黙した部分があるというふうに思うし、で、フーコー自身は後年その立場を放棄したというかね、わけ。だけどまあ、僕はあんまりさ、そういうふうに思わないというかね、まあ、つまり全部は地であって、ね、沈黙した次元とか、地以前のものっていうのはないんだというふうな割り切り方はあんまりね、納得できないと思うという。僕はそういうのは、あるような気がします、僕は。すいません、抽象的な意見でね。逆に言うと、それはですね、まあ、あんまり再構成があんまり可能ではないかもしれないけれども、まあね。まあ、できるだけ、まあ、その、経験とか、体験というところから、まあ、発想したいというのを持っているということでしょうね。まあね。まあね、まあ、それはね、あんまり、まあ、新しくない意見ね。というのは、僕は知っている限りの、まあね、その現代思想というものは、そういうような、まあ、体験から出発するというものに関するものを、まあ、疑うものですから。ね。で、現代思想って大雑把に言うけど、僕が言っているのは、その20世紀の後半のフランス哲学のことですよ。ね。まあ、
まあ、よく全3人違うけども、大雑把にその、フーコーとドゥース、ディアスに言われるけれども。で、私の理解とか捉え方は、その、彼らはいつでもそのね、それ以前の、ま、現象学とか、どんすぎるような、ま、個人の体験に、あるいは個人じゃなくて、集団の体験にでもいいけども、に、依拠するようなものとは別なものだったというのが私の意見ですもんね。だけど、ま、別に、まあ、それはまあ、それがそうだったかと言ってさ、別にそれをさ、まあ、みんながっていうか、支持しなきゃいけないとは思わないし、僕はね。ということだよね。今なんか見てるけど、原発国民投票大集会もあと12日なんだって。宮台真実は千葉玲子さん、九州宮崎さん、三宅宮子さん、杉田さんって、まあ、そうそうたるメンバーなんかね。千葉玲子さんってなんか、最近この前有名だった人はなんか知らないけど、なんか。僕は彼女のこと全然知らないんだけど、なんか全然知らないんだけど。千葉玲子さんというと。まあ、さすがにその宮台真実さんとか、杉田さんは知ってますけど。前北宮子さんも知ってますけど。知ってると別に会ったことないけどね。で、ね、話をもう一回戻しますと、まあね、その、まあ、経験をですね、経験を尊重するとか、ね、その経験主義ということに関してね。なかなかですね、だからそういうものっていうのはね、あんまりさ、世の中にあんまりさ、あんまりないんですよ。ないっていうかね。何々って言われるような、まあ、学説としてはそれはあまりないわけですよ。ね、というのはね、これまでその経験とか体験を尊重するのだというふうに言ってきた意見というのを何個か見ればね、その一つはね、イギリス経験論ですよね。だからもう一つの19世紀終わりから20世紀の現象学ですけれど、でもそれもね、どちらもですね、その時代の制約と、それが持ってそのもののまあ枠組みとか概念装置があるから、ね、だから辞書そのものとか、その経験とか体験そのものに復帰するとか、いろいろなと言ってもね、なかなかそうなってないって僕は思いますよ。それは、実際そういうのを見ればね。私はね。だからそういう意味で、僕はですね、ね、経験とか体験に、依拠した方がいいというふうに私は思いますけれど。ね。その場合はですね、まあ歴史的に確立されたこうだという方法論というのは、なかなかないんだというのを思いますよ。まあね。だって今のお子さん、2013年の現在にですね、ただまあ誰でもいいけど、まあ、ロックとか、そのヒュームの主張のその方法論で、つまり、関連、アイデアとか印象とかいうことで、その人間の心的な経験を再構成しようと思ってもね、それは単に抽象的な関連論であるだけでしょう。ね。と私は思うんですよ。ね。そういうふうに、まあね、経験なら経験、一挙するのは大事だけれども、ね。で、それをなんか、どう言えばいいか、まあ、保証してくれるとか、まあ、オーソライズしてくれるようなもね、方法論とか手続きとかね、実はあんまりないんじゃないかというふうに思うということですよね、まあね。
だからまあそれはだからね、歴史上に存在した個々の学説ということではなくてさ、まあ、言葉の普通の意味での経験主義しかないのだというようなね、ことでしょうね。だそれは僕は個人的な意見だけど、イギリス経験論もその現象学も、ね、そのある意味では、それは今歴史だと思いますから、ね。うん、それは例えば17世紀、18世紀とかね。ヒューマはルソーの同時代人なわけだけど、とか、あるいはその、19世紀終わりから20世紀の前半という形で、理解するしかないと思うし、そういうふうに、歴史的に経験のあり方というのは多様なのだというね、見なすのが、その私の意見ではそれは経験、むしろ経験主義的だと思います、僕はね。だからいろいろとあるけどね、例えばさ、日本の戦後の、それもいろんな、労働者の経験とかエイトスを再構成したいという再構成したいという場合とかね、それはそれなりの手続きとか方法論とかね、そういうような具体的に考えるのが大事だと思うしね。もう話がそれで言ったけど、赤木さんに限らず、どんなあれでも人間やることってのは、それはその感情的なさ、色付けとか濃淡とか、あるいはそのね、喜怒哀楽とか、情念的な次元とか、そういうのは必ずあるからね。だから別にそういうものに、情念とかなんかに別に、盲従しなくてもいいだろうけれども、でも人間にはそういう次元が確かにあるという、ことを感情に入れなければ、やっぱりそれは抽象的になるんじゃないでしょうかね。それに今、世の中っていうのは、別に赤木さんのような、ある意味では、世に出た人ってか、そういう有名な人だけではないからね。それこそ、無名な人とか知られてない人もいっぱいいるわけですからね。そういう一般の人たちのさ、ボーダーな人たちの経験もあるわけだしね。だからそういうものを組み上げるのは、なかなか容易なことではないと思いますよね。私は。じゃあそういうことでそうするとね。やめましょうかね。じゃあ一旦切ります。じゃあ一旦やりますね。じゃあね。